れないように気をつけてね。ここからは集中していかなきゃ。これを吸い込んで消化すればいいんでしょ。頑張るよ。私にとってはやはり剣の方が手に馴染むからな。だが状況によっては確かに射撃の方が役に立つこともある。